はい、山口さん、こんにちは。とりあえず今日8月5日ですね、木曜日とか撮っていきたいと思います。一応昨日がグリーンマックスから、完成品、ごめんなさい、新製品の、案内が出まして、一応マイクレスの方でもね、まあ、水面下ではなんか、新製品の、話がちょっと出てきているみたいですが、一応まだね、メーカーの方の、ホームページが、まあ、一応、まだ更新されてませんのでね、更新され次第案内したいかなと思います。一応ポスターの方はね、もう手に入ってますんで、そんな感じですかね。まあ、あと、これでの頃はね、来週の木曜日に、トミックスから、新製品が出て、まあ一応今月もね、早々もう新製品の発表が終わりって感じですかね。なんかちょっと早くて寂しいですね。一応今回はね、来年2月予定ということで、一応半年スパンですね、出てきました。そうですね。やっぱり前回、京成と近鉄、がね、まあ1月出てきたんで。まあまあ、しょうがないかもしれない。まあでも1月が結構少ないですね、今年は。でも一番上のパソコンこちらですね。西武の、8両編成ですね。こちらがなんかまた、これは初か。あれ多分そうだよな。一応西武の、2万系って、10両編成が出てから、8両編成のあいつ、誰だっけ銀河鉄道か。銀河鉄道かって今3本目の西武に、2万系と、西武ライオンズか。あいつが確か今1000円発表されてるんですかね。今回初の、8両編成がね、ちゃんとノーマルショーということで出るみたいです。一応ポスターこちらと。こちらですね。一応、来年2月末ということで、新版がこちらですね。31,546。西武2万件の新宿線21,700が白ライトで1000円以下。新宿線の8年、白色ドライトの、ノーマルカラーが、製品化となっております。一応、シャバニットロゴに関してはですけど、ステッカーに関してはね、他の製品と同じく、付属ステッカー選択式というところでございます。まあ、どうっすね。俺が持ってる西武線はあれ全部池袋線系統なのかな？今まで買った日本は。ちょっとその辺わかんないんでごめんなさい。で、続いてこちらですね。東急電鉄1590系の電鉄線、8695編成が、今回は、大して変わんないのかな？一応、付属セッカー選択式に、今回から変更になったぐらいかな。一応、4両基本としてはセット構成になって再登場ということで。そうですね。一応、新品のはずなんですけどね。一応、再登場、まあ一応新品やっちゃう。あ、でもどうなんだろう。新品ですかね。一応、品番的にも今回は34,61使ってますんで。おそらく、どうなんですかね。ちょっとこれ後確認しておきます。で、こちらですね。同じく東京電鉄1590系の、東横線にいた8693編成が製品化と。全部でいい。でも確かあれかな、電都市線に8590系がいたときって2本しかいなかったはずなんですけど、こいつはどこ行ったんですかね。まあ一応ね、東横線時代の8693編成が線化ということで出ております。まあ、やっぱり東横線時代がよかったね、スカートがついたのがまあ電都市線。まあ一応、この子どこ行ったんですか、あとちょっと確認しておきます。一応ね、東横線用の8590系ドルが壊れ努力になって登場と。まあ一応こちらもね、付属セッカー選択肢なんでね、今までのやつって、なんか中央林間とかなんかがね、運行番号とか印刷みっていうのが多かったんですよね、この8590系に関しては。今回はね、楽かなと思いますね。こちらですね、KK600系の4車、更新車の行き先テントということで出るみたいです。31523と524、予中4系4増で出ております。全面行き先表示が点灯式になった600型シリーズに4車の4連を追加ということでね、確か何ヶ月か前に600系が、あれかな、KK の1500系と一緒に出た時かな、ポスターが。確かその時にね、出てるはずなんですけど。確か出なかったっけ、確か京急の1500系と一緒に、ね、案内食らったのを覚えてんだよな。どこだっけ、いや違うな。ああ、そうですね。一応こちらですね。5月に発表された、京急の1500系と一緒に出てこちらですね。ああ、ごめんなさい。その時はこちら、まあ SR なんですけど、8両で、第3編成か。だったんですけど。まあ一応ね、今回は、まあ、こちらですね。一応4両基本に、ベースで4両増加なんでね。まあ一応日中の、まあ普通電車4両から、まあそうですね、第一線用の4両。そして8両に、連結すればね、8両のエアポート急行も再現できるし、まあ前回のね、8両セットに、まあ、モーターありなし、どちらでもいいんでくっつければね、まあ、ラッシュ時間帯の12両快速とか、特急ができますんでね。まあその辺に関しては面白いのかなと思います。一応今回ね、付属ステッカーから、前面側面の、表示が、まあ、選択式になったね。まあおそらくなんですけど、京急の600系ってどういう表記だったの？ちょっと待ってくださいね。確か昨日京急の600系、俺なんで、買い物、秋葉原行った帰りに600系いたんで、一応、これ、ちょうど600系取ってたわ。一応これ下手に取った昨日の600系なんですけど、600系種別枠と急行表示器が、一応別枠になってますんで、これはどうなるのかな？一応やり方としてはだけど、多分1万円ステッカーに出て、になるのかな。今まで京急の1000系のアルミ車とか、あいつら確かね、1枚セッカーで出てるはずなんですよ。で、黒字のところ、切り継げば、まあ、海賊だったり種別が変更できるってやつだったんで、まあ、おそらくなんですけど、一般的に考えて、まあ、今回4両なんで、そうですね、まあ、エアポート急行で、まあ、おそらく俺の感じだと、逗子葉山羽田空港。で、あと、運が良ければ金沢分港。で、普通列車用で4両なんで、まあ、一応金沢分港とか、品川、浦賀あたり。あとはそうですね、海徳とか特急種別幕でどうなるか、になるかなと思いますね。
一番面白いのはさ、一緒のことさ、種別膜は種別膜、方向膜は、行き先方向膜は行き先方向膜でさ、二分割しちゃえばさ、共通なんですよね。本当に羽田空港だったり、羽田空港、文港、浦賀。まあ一応今ってユート列車の裏書きってあんまり4両の少ないんですけど、昔ありましたからね、川崎で増改建したら羽田空港と、尖閣諸島の三崎口裏書き。あの頃、新寿司決まったんだっけな。覚えてないんでちょっと申し訳ないですけど、俺が小学生の頃だったんで。まあそうですね、一応近距離600系、どういう感じのね、ステッカーになるかによっては面白いかなと思いますね。一応大戦も入ったら面白いですけど、でも意外と大戦ってないんですよね、600系の運用範囲のって。意外とステンレスとかさ、アルミが多いんですよ、大戦の4連に入るのって。そうですね、600系の大戦はあんまり見た記憶がねえな。やっぱり多いのがステンレスですかね。一応ね、こちら、まずポスター1枚目と。で、2枚目はこちらですね。こっちもなんか東急の、8590系の、あの辺が、まあ、バーバー出てきましたね。一応こちら。その東急8590系の、譲渡車両ですね。富山の方でいいんだっけ？合ってますね。よいしょ。富山地方電鉄に、中東に移籍した、赤帯の大先生ってことで、出ております。まあ、今月発売のね、8500系と、一緒に、なんだっけな。大井町線からの全面帯になったやつは確か今月出荷されるはずなんですけど、まあ一応ね、第3編成がもう早くもね、製品化ということで、まだ発売されてないのにね、製品化されるっていうのは結構面白いですね。まあこの東急時代の、ね、サークル系マークも未だについてるの懐かしいですね。普通、電鉄線のワンマン。こっちはあれか、昔は運行番号になってたやつかな、多分。そうそう、本当に、スカートと連結器に、まあ連結器に関してはちょっと邪魔っすけど、面影はまだ残ってますからね、結構面白いですね。で、こっち、秩父鉄道7500系の秩父ジオパークトレインが、一応こちらも2月か。これはどうコメントしたらいいのかな？奇抜としか言うがねえよな。そうですね、これに関しては奇抜としか俺としてコメントできるがねえんだよな。そうですね、一応こちら、まず5万600キロは、ジオパクトリンか。太古海辺だった秩父の地層に眠る化石となった生物たちは現代の生物たちだったラッピング電車。あ、なるほど。はいはいはい。サメに？ダメだ、俺海洋生物は疎いんだ。ってことはあれかな、アンモナイトとかあの辺いいのかな、下手すら地層にいれば。で、こっちが、三者トレインということで、秩父三者として戦い、神社、秩父神社、三峯神社、社殿や彫刻、周辺の見どころや最新の出しだったラッピング電車。つまりあれか、仏閣系統ってことか。はぁ、面白いね。一応、品番は連番か。一応、690ですよ。一応ね、こちら、どちらも社番は印刷済みになる。あ、そうですね、社番ロゴは印刷済みですね。で、どちらも付属ステッカー選択式なんで、まあ一応、共通のステッカーに、なるのかなと思います。ただ、ずいぶん奇抜なやつだな。なんだろう、一応このさ、東急からさ、移籍してさ、中電7500系って、緑色足だった車両だからさ、まあ、奇抜っすね。これに関しては奇抜しか言わねえの、俺は。確かね、なんかみ、緑かなんかが2色入ってるコントラストの車両なんで、あ、そう、こういうやつ、緑と黄色か。そうですね、なんか、奇抜っすね、確実に。じゃあ、とりあえず、見ていきましょうか。じゃあ、まあ、とりあえず、ここに見ていきます。じゃあ、ごめんなさい、間違えてきちゃった。じゃあまず一応西部から順番に行きましょうかね。上から順に今回は行きます。まず西部の8両ですね。一応こちらと。31,546、西部2000系、新宿線21,157線か。この辺はそうですね、前回同様なの問題ですね。新宿線系とか最悪線20000系、8両線線か。新規製作の新型無線アンテナの採用し、リアルのアンテナ形状再現のシャブレオバンク、シンゴロバンク、印刷み。全面側面、フルカリで優先席、車椅子、ビビカマか、付属席から選択し。あれですかね、一応は、銀河鉄道のやつを使われ、あれ銀河鉄道って池袋線系だっけ、忘れた。列車無線と付属線に入れたユーザー取り付け、ラジアンテン、ギッタ直軍、ヘドレット、白色、テーラー、赤色、全面白色で付きますと。一応、フライフォル付けのコールストロークで、シャタンブのロングシートパーツも採用ということに出ております。一応、値段が税込みで、4万円か。そうですね、今4万円ですね。で、続いて、京急と。てか、あれなんですね、京急の方ってさ、5色あったのに直ったんですね。俺、ツイッターに出したんですけど、京急のこれってね、データが5色扱いになってたんですよ。あ、間違えた、こっちはね、生産予定表だ。ここね、京急これ、値段がね、増設しても基本セット扱いになってたんですけど、いつの間にか直ったんですね。今気づいた。というわけで、京急ですね。一応、こちらまず4両基本、31,523、640の、あれですね。京急600型は街角の連想してどうこうと。てか、あれなんだよね、京急の600系ってさ、意外とこのブラックフェイスって出ないよね。確か600系ってこのパンタカバー、あ、パンタカバーじゃないや。なんつうのこれ、ワイパーカバーか。ワイパーカバーのこのスリットナンバーが入ったところさ、意外と黒ってあったんですよね、デビュー当時。俺知らないんですけど、あんまり。一応1990年、まあ、俺が生まれる3年前の製造なんでね。ちょっとあんま知らないですよね。一応2005年からロングシート化されて、全車がロングシートになった。あれ、車端部って黒シートあるよね。まあいいや。2009年から2020年にかけて更新工事が成功、スカート交換、冷房機構が車内改装などが起こりました。
40社は1996年グループで、MT ヒットを見出しのが終電装置にシングラム式が採用。4年生は主に8年生で決して10年生の乗り運や、4か月の8両の急行本線、ごめんなさい、急行運輸ですね。で、あと普通列車で活躍しますと。そうですね、まあ一応、京急の600系ってさ、面白いことに、8連の方が、608番のみ新派で、残りの4連って全部新派なんですよね。意外とないんですよね、その、なんていうの、8両と4両で思いっきり車両が違うっていうのは。そうですね。確かね、京急のね、こういう言い方したらいいかもしれないですが、京急って、あの8両編成の開拓とか急行の時って、まあ面白いことに、大体ね、2両編成、あ、ごめんなさい、2100系の2扉のところに立ってれば、大体ボックシートに当たれるんですよ。俺の記憶だと、6両編成の場合って、マイナーチェンジ車、あの1600系のステンレス側の色が入ってるやつ、あいつらはね、車端部が1箇所黒シート。で、ステンレスと1500系に関しては全車ロングシートじゃん。で、8両編成に関しては600系とアルミ車って、確かね、車端部が2箇所とも黒シートなんですよ。あのマイナーチェンジ車は海側山側1箇所ずつなんですけど、600、1000のアルミに関しては確かね、あの車端部が2箇所とも、まあ、合計4箇所黒シートなんですよね。結構ね、俺ね、京急乗るときとか、まあ、普通列車の600系も同じかな、車端部黒シートなんですけど、結構好きなんですよね、この黒シートのやつって。まあロングシートの別に悪くないですけど、なんか黒シートでさ、まあ人がいないときとかさ、足伸ばしてさ座れるんで、まああんまり足伸ばしてお勧めするっていうのはどうかもしれないですけど、まあ、じゃあね、これ、今回、モーターリーの基本セットの方が、第3編成で線化となっております。4次車の4年生は全、全面液積症で線化。エサランダー取り付け、全面液積症で振り返り図だったと。全面種別液積症で振り返りで運行番号3色 LED、側面種別液積表示膜、優先席車体を窓用。弱冷房車等に関しては、全部線、付属セッカーが新規制作の選択肢と。そうか、フルカラー LED の4連、そもそも初めてか。列車無線帯、エサランダー、ヒューズボックス、全部ユーザー取り付け、ヘッドライト、電球色、テーライト、赤色、全面積液晶、白色、通過表示の電球色で点灯と。あれなんだ、600系って通過標識と下なんだ。俺ずっと上だと思ってた。まあそうですね、面白いですね。そうですね、まあこれを買ったらからさ、4連の普通列車にするのか、まあ 4+4 で8両の急行にするのか、まあはたまた増結の快徳の品川行きとかさ、特急で川崎行きとか、そうですね、面白いっちゃ面白いですね。まあステッカーがどこまでそもそも入るかっていうのがやっぱりあれですかね。うん、個人的にはそこっすね。まあ一応ね、まあちっちゃい系ですか。で、なんかタブレット充電あるのに体調悪いな。で、造形セットもですね、まあ、造形セットも今の車両に、モーターが入ってない第6編成で線引化されます。一応こちらですね。今回はモーターが入ってない第6編成で線引化。まあそうですね、一応こちらも、一応こちらもに関してもね、全部ライトユニットつきますんで、意外なんですよね。先月発売されたさ、小田急に関してはさ、一箇所ライトユニットがつかないってやつなんですけど、やっぱり京急なんでね、なんつうの、品川を起点にさ、横浜寄りに、なんつうの、造形入ったり、まあそれこそ泉岳寄りに造形だったり、結構面白いんですよね。まあ、急行運用もできるように、まあ、前後にね、一応ライトユニットが入った感じになっております。まあ、結構楽ですね、この方が。そうですね。まあ、エアポート急行にするのもよし。うん、まあ、一応今回ね、この、基本セットがね、第3、パンタグラフが入ったところにモーター入ってますんで、まあ、その点考慮すると、やっぱりあれですかね、品川、ごめんなさい、あったか。まあ、品川寄りに造結つけて、まあ、なんつうの、まあ、羽田空港とか、文庫側にね、まあ、モーターつければ、もう、モーター率的には悪くないと思いますね。まあ、3足す1、5になりますんで、ね。そうですね。まあまあ、どうなんですかね、売れるんですかね、京急600系。まあ、個人的にはそうですね。まあ、スリットナンバーが入ってるんで、この点に関してはさ、一応マイクレースがさ、京急の600系のスリットナンバー、スリットナンバーって、ブルースカイと確かね、一部しか製品化してないんですよ。で、もしかして、エサランテナが入ってからリニューアル食らったかどうかに関して、俺ちょっと記憶がないんですよ。ダルマと1500系とかに関しては何個か出てるんで、2100系とかも。ただ、600系はね、記憶がねえんだよな。てか、あれなんですよ、600系も意外と、あれっちゃあれなんですよ、古いっちゃ古いんですね。ってことあるか、京急の場合って1500系をまず全部淘汰した場合には、次はこいつがあるか、首候補か。多分600系と2100系ほぼほぼ同期のはずなんだね。もしかしたら2100系のがちょっと古いの、新しいのか。てかあれなんですね、知らなかったでさ、あれなんだよね。600系って俺ちょっと年上なんですよね。なんか意外と初めて知ったんだよね。あった、2100系。おいえ、つかない。まあ、一応2100系、1998年なんで、そうですね、こっちの方が若干新しいですね。まあそっか、21世紀をめどに行って走るやつだもんな、こいつ確か。21世紀だから2100系って、まあ、安直だけど面白いっちゃ面白いね。そうですね、だから一応可能性的にはさ、600、まあ1500系が古いんで淘汰されて、次が600か。はあ、そう考えると、なんか寂しいっす、寂しいね。そうですね、寂しいっちゃ寂しいですね。一応今、出てますかね。あ、ごめんなさい、あ、だから86か。そうですね、一応まあ4期8両全部線化されましたからね。普通、三崎口行き。京成線内か。そうですね、1985年。1985年だから、まああと4年発れば30年線しか。
そうですね。まあ一応京急の1500系も、なんだっけ、いろんなごちゃごちゃしますからね。4両を6両にしたり、まあこういうふうに、1900型入れて4両6両にしたり、6両8両にしたり。結局、京急の面白いですよね、個人的に。そうですね。まあまずは1500系が、まあ全車クビになってから、600と2100、そこが目ですかね。まあ一応、戦国時期か、確かに、なんだっけ、もうそろそろ始まるのかな。確か戦国時期がさ、今、なんていうの、狭い、なんていうのかな。まあ、バリアフリーもさ、まともになってない狭い駅なんですけど、なんかそれがめちゃくちゃね、なんか広くなるって感じなんで、そうですね。まあ、それをめどに、まあ、新車たちもどんどん入るんですかね。確か、そろそろ工事始まるのかな。てか、もう始まってんのかな。ちょっと待ちくださいね。確か、戦国時代来てね、リニューアルの話が出てるんですよね。戦国時駅、リニューアル。確か、リニューアルかなんかかな。だから、その近くにあったテナントのビルなんかも全部退去させられてるって話らしいんで。ありましたね。泉岳寺駅の改良計画について、一応東京都としてね、確かにあれかな、東京都と、一回なんかね、泉岳寺撮影所にいたんですけど、なんか東京都と京急が、合同らしいんですよ。ごめんなさい、合同ね、間違えた、日本語。一応こんな感じですね。今現在ある、この4番から1番、この狭い、まあ、京急線内と、両端が、なんつうの、ピュシュって、なんだっけ、浅草線に挟まれたこの線路があるんですけど、今この現状のやつをめちゃくちゃ広げるんですよ、こういう感じで。結構ね、面白いなと思うんですよね。一応だから今、なんだっけな、一部の柱の天井とかって穴開いてるんですよね。なんかパネルがもう剥き出しみたいなやつで。一応こんな感じらしいですね。都市警備計画変更間、全部で約1キロか。そうですね、高が80メーターなら1キロつっちゃっていいですね。80メーターだとそれこそ京急大体4両1本分か。一応、いつ頃完成計画になってるんですかね、これ。そうです。一応計画が出てるだけで、いつ頃終わるっていうのはまだ出てないらしいですね。まあ、その前に品川駅もね、ごちゃごちゃしますからね。それとほぼ同時に行われるんですかね。品川駅もさ、どういう感じで新しくさ、京急の方が出てるかって、まだなんか3つかありますからね。一応確か、一応今現在の品川駅もさ、3線のはずが、正解は2面3線か。なんかそれを2面4線にするらしいですね。で、それプラス、留置線も作ったりなんで、なんか今結構その品川線からの連チャン駅面白いですよね。個人的にね。あと、レンチャン8590系と。一応今回電通線の8695編成が製品か。俺が持ってるのどっちだ。一応ね、俺ね、確かね、新しくなった8590系1本買ってるんですよね。俺が買ったやつは品番が、これか。俺が買った線路で品番が、どこだ ?30713。あー、じゃあ、なんで俺が持ってるやつの方が番号古いんだ。新しいんだ。俺が買ったやつがそもそも、これ一応、車番が第5編成になってるんですけど、一応俺が買ったやつは第4編成ですね。35系で一応俺押し上げ気にしたんですけど、まあ一応ね、今回これ、選挙はちゃんとした、正面に関東道路も来た、地下鉄対応と、まあ白い線5本がして、急行特急で、大井町線の転属で、あ、そう、大井町線ってのが一部。で、電通線の活用も広げて、スカート設置で、まあもう全車引退と。そうですね。まあスカート設置、車ために黄色テープ、通り返しくの人で、まあ実車通り重要。側面行き先は全面コンバンゴ、優先席、女性全面車設計、新規制作と。列車もセンターが非常に多くてユーザーとですけど、最近ユーザー取り付け増えましたね、また。フェナイキ一体直行ヘッドレート電気製品接触の、シャタンブロングシートが増えると。まあそうですね。まあこいつも、そうですね。東急、電灯してない2本しかいなくて。まあ両方とも首と。まあ確かに古い車両ですからね。まあ正確なのか、8000系から8090系のマイナーチェンジ車が出て、で、その8000系の全面貫通扉をガチで設けた8500系が出て、その8090系も含めたマイナーチェンジとしてこれですからね。面白いっちゃ面白いんですよね。そうですね、一応1988年なんで、まあそうですね、京急の、1500系より新しいんですね。まあ20年で言いたいか。まあそもそもあれですかね、なんだっけ、半蔵門線には入れるけど、東武線には入れないっていうサークル系なんで、そうですね、まあその点で運用の制約上ちょっとあったかもしれませんけど。そうですね。まあでも意外と、なんだろう、東急線のさ、運用を持ってる茎とかさ、南栗橋とか、東武動物園か、あっちの運用ってそんなに本数ないんですよね。で、意外と押し上げ止まりとかさ、ああいうそっちの方が多いんで。そうですね。面白いっちゃ面白いんですよね。一応こちらは、基本セットか。で、なんかこれ調子、今日調子悪いな。で、一応造形セットの方はね、それの、造形セットになるんで、興味がある人いてください。で、一応、東急線ですね。8693編成と。一応、急行元の中華系のデフォですけど、まあ一応、今回新規制だと。そうですね、一応、デハをこれが作るんだ。え？どういうこと？ちょっと待って、車番確認しよう。いや、俺あんまりね、東急のその8590系って本気で知らないんですよ。正直俺が知ってるのは、電通支線に2本いたよってことしか知らないんですよ。
一応ちょっとシャバン確認しますね。これラムのデハドも前と後ろでシャバンって違うんだ。俺基本的にあのツインになってると思ってたんだけど、ちょっと確認しますね一応。元住吉検索所属。確かに8090系のデータはねえな。そうですね、8090系のデータは一応長さ取るか。長津田検索所属の8590系あったって。8590系。一応ですね、電通線にまあ所属してた、第4編成、第5編成。あとは、追いませんか。追いませんって言ってたんですけど、これね、シャバン多分誤植の可能性ありますね。一応、大井町線に移ったこの8693編成が、一応これ、8693で8181のパンタ社、で、サハが8396、で、デハが8281、デハが8593なんで、これ多分誤植っすね。ちなみにね、大井町線に移ったのが2006年なので、大体そうですね、大井町線に転属する3年前ですね、プロトタイプとしては。で、廃車になったのが2013年。そうですね、一応、まあ、地方城とか。どこに行ったんだ？一応、3両編成で地方城とされてるんで、もしかしたらあれですね、これ、秩父鉄道に行ったやつかもしれませんね。一応、8692と一緒に8692のが、先頭車2両で地方城と、あとは2012年に2台廃車。ただ、この8693に関しては、この俺が言ったデハ2台プラス、このデハ8181、これ3台で地方城と食らってますね。だもしかしたらあれかもしれませんね。秩父鉄道行ったか。ただまあ、電通して、ごめんなさい、追い町線自体は心配になってますんで、まあ、その点がどうなったかはすみません。ちょっと後で調べておきます。まあ、一応にこちら、車番が5色になってる、おろすくしゅしゃって、おろすくしゅしゃ。まあ、あれか、八郎編成が線か。一応、東京電鉄のね、東京線自体と。2003年8月5までのパンタグラフが、まあ、仕方のやつですね。下枠交差型じゃないやつ。で、東京線自体の姿はプロタイプ。で、車両番号コブレットマーケンスは、全面側面種別推薦、全面5番号優先席。弱量車シルバーシー、懐かしいな、シルバーシートって言い方。そうですね、まあ、付属セッカーと。で、シャムさんとヒューズボックスで取り付け、開き一体直後、左手にして、イエラー接触、フライですけど、これもシャタンも一緒と。そうですね、まあ、やっぱり、懐かしいですね。8590系。そうですね。完全に誤植しましたね。まあいいけどさ。あれだよね、ほんと、グリーンマックスはさ、こういうポスターとかのさ、誤植、まあ、多いっちゃ多いよね、ほんと。まあ、俺がそういうのさ、ちょっと気になる体制だけかもしれないけど。で、一応こちらですね、地方で、富山町の第3編成だっけ。そうですね、第3編成ですね。一番最初がじゃあ東京電鉄1590系、2013年11月から営業に展開し。ってことは2013年11月、ちょうどこいつだな。その俺が今さっき言った8592の先頭車両と。一応こちらですね。富山地方電鉄優先に伴い、まあ、ワンマウンテン対応工事、スノープロ、車外スピーカー、ドアボタン、信号員か連結カバーが設置、特急から普通まで幅広く運用で、今はその他の車両と一緒と。第3編成2019年の、12月から運転開始、東京電鉄内のカラーリングである赤色の方が登場。また第3、第4編成は全面にスカートが設置されたと。つまりか、まあ、第3、第4っていうのがあれか。その東急の8690、まあ、残した2本か。一応これ、まあ、どうちょっと待って、ね、富山町鉄道の、まあ、譲渡車両で調べても分かると思うんですけど、一応富山町で見てみようか。富山地方鉄道の編成表って言ったら分かるか。一応、編成してくださいね。こちら、一応、まあ、車両番号、ケマ検察見。で、まあ、スノープロとかも盛んないかと。で、全面側面キャッシュ、ワンマン表示、全面側面優先で車、付属性が選択肢。で、シャムザイン、ヒングモーカー、ヘッドボックスユーザー組織の開き移植で、電球色、赤色の、壊れた努力と。まあそうですね。やっぱり、そうですね。この東急電鉄のサークル系と赤帯残しつつ、スカート残しつつ、これですからね。そうですね。うん。まあ、スノープロはちょっと見えないんで申し訳ないですけど。一応ありましたね。富山地方鉄道の編成表なんですけど、さすがに、あった、17,000円違う。今回のこの線画の17,485編成。そうですね。一応これ、第3編成なんですけど、一応、2019年に入線。元の車両が、こっちですね。この17,480が、デハの8594。で、こっちがデハの、8694なんで、まあ、やっぱり最後まで残ってた、電通線の2本のうちの、1本ですね。まあ、そっちが第3編成と。で、これの連番の、パンタ車が7。で、パンタナ車が8があるんですけど、これが同じく8695。で、この前にいる、パンタ車が1、パンタナ車が2が、8592のユニット。で、3と4が、93のユニットなんで、これですね、2、3、4、5と4編成が連番で移籍したんですね。大井山と、あれか。そうですね、あれと合わせて。てか、あれだ、さっきのデハの8593ってあれ。そうですね、地方鉄道行ってたんですね。ただね、編成表を見ると、デハの8181が、どっかの地方鉄道に譲渡されてるんですよ。大井山線改造廃車日。そうですね、ちょっとこの中間車の位置力がどこ行ったか気になりますね。デハの8181、さっきのやつ。そうですね。
まあ、悪くないですね。ちなみにあるか、誰だっけ、あいつ、名前忘れた。こいつと一緒の、待って、8月か、確か今月発売される、こいつがあるんだけど、8月下旬、富山、ありましたね。これの2両編成、あ、これ第1編成か。なるほど、なるほど。じゃこれあるか、本当に初期のやつか。おー、なるほど。で、残った、まあ、そうですね、今後だから残った第2、第4編成がどうなるか。まあ、さすがにそこまではね、出たとしても売れる保証はないと思いますけど。ただそうですね、やっぱりこの、まあ、東急ってね、まあ、ある意味言っちゃうけど、結構日本全国の本州、まあ、譲渡しますからね、古い車両。青森の方とかもあるし、あとあれか、やっぱりもちろん伊豆急、あとは秩父鉄道、あとなんだっけ、忘れた。ただ結構な、本当に本州の、あの北からあの西まであるんですよね。そうですね、まあ、古い車両も大、面白いですかね。まあ一応ね、一応東急線が、で、こっちか、三社トレインの方。おった。これ、連番通りに載せようぜ、せめて。確かにさ、ポスター順に行くとさ、ここ行きたいのがあるさ、普通製品番号順に載せね。ごめんなさい、製品番号に行きます。697、ジョンマークトレイン、7500系電車、まあ2010年から営業に開始、老朽化した1000系6回として、8090系電車を1回と。チーム鉄道の入線と、ね、ワンマー改造、中間車で話せるパンタグラフの増設、で冷房装置の一気提供など、挙げられます。ジョンマークトレインは2014年9月に、あ、7年前なんだ。運行会社フルラッピング列車の第1弾。ラッピングが遠征の丘全体に施され、大昔は海辺だった中地を置いて、化石発見生物は現在中地を置いて、まあ、珍しい生物なんかがあると。へぇ。ちなみにこっちも元何の車両がいったか、車番調べてみるか。秩父鉄道。これ8090系で最近発売されてたっけ？一応7500系ですね。この7702、これ第2編成なんですか？あー、ごめんなさい。この第2編成なんですけど、ね、一応車両としては、まずこっち。このデハの7502が、クハの8083で、7600の2が、8184。で、クハの7702が、一応、8084っていう車両ですね。これ多分1編成からごっそりばっこり映って乗ったのかな？あとはその他ね、なんていうのかな。そうですね、基本的には、一応ね、このデハの7500が、こっちの編成は CIV って装置みたい、あ、ごめんなさい、SIV か。補助電源装置の静止型インバータ。で、残った編成の、3本に関しては、電動発電機の補助電源装置なんで、まあ、全部でね、補助電源の方が3本、この静止型インバータが4本いるみたいなんで、全部で7編成みたいですね。面白いね。一応ね、こちら、まあ、ラッピングで、まあ、種別積積、まあ、付属積かと。で、まあ、こちら一応、まあ、優先積増え全部と。で、列車目線ヒューズボックス、まあ、これ他の東京同様ユーザー取りですけど、左方向一体直後に左の方向に乗り組みと。そうですね。まあ、面白いっちゃ面白いっすね。なんでしょうね。こんなに奇抜なラッピングあったんですね。全然知らなかった。たださ、上の部分ちょっとさ、これは塗装入ってないですね。この屋根状のちょっとの部分は。面白いっちゃ面白いですね。海の生物か。で、もう一個のが三社トレインと。まあ、三社って言われたら確かにお祭りだと思いますけど、まあ、奇抜っすね。ブワーつって。富士急行にもさ、やっぱり富士急行のさ車両もさ、トーマスだったりとかさ、ラッピング結構面白いんだけど、これはすげえな、ほんとに。三両で緑、まあ、緑から青に、あの赤になって青になりつつ、ほいほいほいですかね。まあ、すごいの一言ですね、ほんとにこれは。一応こちら、7500系、2019系、ちなみにこっちは、第5編成なんで、こっちはあれか、静止型の方か。そうですね、こちらも一応静止型インバータの方が、製品化っすね。フルラッピング、ごめんなさい、こちらは、まあ、バンタグと静止、こちら2015年から、運行化してると、フルラッピング列車の第2弾か。奥の300系、これ、秩父三社の、これ知らないですよね、ごめんなさい、秩父と三峰に分かるんですけど、まあ、各車両に描かれてます。で、今回第5編成が製品化。ちなみにこの第5編成が、デハが、元8188。あ、ごめんなさい、嘘ついた。デハの7500が元、クハの8095。で、7605が8188で、クハの7500に来たら8088ですね。で、こちらもほぼほぼユニットなのかな。で、一応デハ化されたのかな。多分デハ化でいいんだよな。まあ、そんな感じかな。ちょっとあんまりごめんなさい、詳しくなくて。一応こちらフルラッピングの第2弾としてあると。で、こちらも種別的セキュリティ付属性が選択肢の、車両番号ロゴ全面守る人差済み。で、さっきのやつですね。ユーザーボックスとユーザーとですけど。ただ、おそらくステッカーは共通になるのかなと思います。まあ、所詮、三峰口行きと、まあ、羽生行きでいいのかな。まあ、それぐらいしかないですからね。あんまりちょっと秩父鉄道申し訳ないです。詳しくなくて。
パレオエクスプレスとかさ、今マイクレースがさ、秩父鉄道暑いってことは分かるんですけど、本当に秩父鉄道暑いっすね、今現在。まあ一応ね、今回、全部で、ね、7品目、まあ、そのうち東急だけで5品目が1000円かと。まあ完全に今月は全社が施設できましたからね。まあある意味面白いのかなと思いますけど。まあそうですね、西武がどこまで売れるかか。まあ個人的だと京急ですかね。ただあんまり京急のさ、前回の発売された8両編成がさ、そこまで売れてる感じはしなかったので。そうですね、ただ4両編成が1000円か。確かね、マイクロエースの方はね、京急のね、4連はね、リニューアル食らってないはずなんだよな。ちょっと食らってたら申し訳ないですね。ちなみに、一応まだマイクロエースの方は、今月の新製品、更新されてませんね。仕様変更、これとどうや。商品リスト。で、施設の東日本。それはないのか。施設。あんまりマイクレースが出してるので600系ってないはずなんで、ちょっと600で検索するか。そうか、長野電鉄があったのか。このタブレット嫌い、ぶち壊したい。ちょっと待ってくださいね。これ右手で操作した方がいいな。これもしかして京急ってやったのか。でも京急ってやるといろいろ出てくるからな。あ、京阪か。北総都市公団か。で、伊豆急。で、京急、京成、北総、京成か。あれ、どこだっけ ?7188 だっけ。確か、品番がね、7188みたいなのあったはずなんだけど、ちょっと一回飛んでみるか。ごめんなさい、7178っすね。一応、これが初期に出たブルースカイが2012で、その時に出たシンパと、44編成。で、新しくなったスリットナンバーも同じく一緒に出て、あ、ごめんなさい、ブルースカイちょっと後だったんだ。で、2019年新しくなったのが、そうですね、アンテナ付きのブルースカイと、スリット、あ、ごめんなさい、4次車の8両か。そうで、そう考えると、やっぱり、4両化は出てないっすね。一応これ、その当時のやつなんですけど。いや、出てたな。ちょっと待って。あれ?発売時見ると2019年2本しかないんだよな。ちょっと待って。67の方にもあったのか。672021。本当だ。ありましたね。2019年同じく。そうか、出てたのか、2年前。全然気づかなかった。一応、この時マイクロレースも出てるんですけど、一応、ブルースカイトリンが第6。で、スリットナンバーのが、唯一シンパの第8編成か。で、おー、シャバン被らしたか。まさかのシャバン被りましたね、基本セットが3番で。ちなみに、からか、ね、モーターの都合上、先頭車に入っちゃったか。で、トレーラーか。一応、12連、12連、4連、8連、もろもろか。なるほど。そうですね、ちなみにただマイクレースの方のお値段が、まあ、1万6800円で1万6100円なんで、まあ、今の消費税1割足しても、まあ、どちらも2万円いかないぐらいなんで、もしこのそうですね、京急の方、まあ、先頭車に動力じゃなくてもいいよって方だったら、そうですね、まあ、動力でもいいよって方だったら、まあ、買ってもいいかもしれないですね、マイクレースの、あのグリーンマックスのカムだったら。個人的に俺ね、なんだろうな、意外とマイクレース好きなんですよ。実はマイクレースってさ、あの台車、あの、なんつうの、あのぶっ壊れたりするからさ、あんまりいい印象ないみたいなんですけど、俺結構マイクロ好きなんですよね。今のところマイクレースの試合でダイキャスト崩壊したこともないし、まあ俺が全部検品社員だけなんですけど、そうですね、悪くないですよね。個人的に。そうですね。買っときゃよかった。2019年か。2年前俺何買ったかな。覚えてねえんだよな。まあそうですね。一応今回ね、製品ガスからね。まあまあ悪くはないと思います。そうですね、ただあれなんですよね。マイクレースの場合ってさ、基本的にあのグリーンマック、あ、ごめんなさい、トミックスの TN カップラーってポン付けできるんですよ、京急とかって。ただ、グリーンマックスの場合って、加工しなきゃいけない難点っていうのがあるんですよね。ただ、壊れ出動力、あと問題があって、壊れ出動力が一部のパワーパックきちんと動作しないんですよ。加藤のスタンダード S だったら機能するんですけど、俺スタンダード SX 知らないんですよ、機能するかどうか。で、30個みたいなデッ、あの、なんていうの、30個のパワーパック持ってるんですけど、ああいうの使うと、勝手に走っちゃうことがあるんですよ。ちょっとの電力で。あんまりね、今のね、グリーンマックスの壊れ出力、俺あんまり正直言うと好きではないんですよね。ただラッピングとか結構買ってますけど。
ただそうですね、マイクロ S とグリーンマックスどっち買うかって言ったら、俺は個人的にはそうですね、同じやつだったらマイクロの方が好きかな。まあ、あとは今回どういうステッカー内容になるかですかね。ちょっと一応、マイクロ S のその古いやつのステッカーどういうのか調べてみましょうか。品番が6720。ちょっと今、どっかの店舗在庫あるか調べてみます。6720。ちょっともしかしたらね。ちなみになんですけど、モデルジーモンに在庫ないですね。ありましたね、マイクレス670。ちょっと待ちくださいね。誰か買った人いねえのかな。ちょっと今調べてはいるんですけど、買ったって人いなさそうだな、そんなに。まあ、俺も正直申し訳ないです。買ってないからステッカーわかんないんですよね。申し訳ないですけど。誰かしら買ってると踏んだんだけどな。ちなみにですけど、このケーキが進化されたときに、一緒に出たのがオージャンアローとアサギルの再生産ですね。あと、スーパー白鳥みたいなやつ。ごめんなさい、ライラックの方か。ライラックの、7899みたいなやつが一緒に出てますね。ちょっとお待ちくださいね。一応今ね、YouTube で誰か紹介してていねえかなと思ったんですけど、いないんですよ。だからもう一応ね、なんか誰かのブログ記事でも見つかればいいんだけど、それすらもなんか見つかる形跡がないんですよ。だちょ、みんな買ってないのかな、これ。どうなんですかね。まあ、なんつうの。スリットナンバーの方はさ、まあ、売れるかもしんないけど、なんか意外なんだよな。あんまりブログでホイホイ紹介してる人いないんですよね。1個だけ見つかったかも。ちょっと待ってください。1個だけ見つかった。ただこれが8年か4年か分かんないんだよ。あ、671だ。増減の方か。6721の1個ありましたね。ステッカーの方に関しては記載がねえか。そうですね。ステッカーの方に関してはいないですね。こういうの全部案内すればいいんですけどね。俺だったら全部案内しちゃうけどね。めんどくさいときは。まあまあ、あんまりないですかね、ブログとかで紹介してる人は。あれですね、やっぱり、ドイツもこいつもステッカーだけは案内してないですね。まあ、しゃあねえか。おそらく普通と買い得、一部特急、まあ、急行と普通メインで入ると思うんですけど、今回の救急も。だから、一番面白いのは、やっぱりあれですかね、なんつうの、あれ、種別と、なんつうの、行き先を、まあ、切り継ぎできるようなステッカー。それになれば、まあ、なんていうのかな。まあ、買い得でも普通でも品川だけで十分だし。だ買い得の主要な4連の軌跡って言ったら、品川、金沢、文庫、それぐらいか。で、特急が一応品川、京急、川崎。で、普通列車で品川、まあ、よくて文庫ぐらい。まあ、あと裏側。で、エアポート急行で羽田空港、金沢、文庫、逗子山か。入れればいいはずなんで、まあだから品川入れて、川崎入れて、文庫入れて、で、まあ裏側入れて、逗子葉山と羽田空港なんで、そうですね、まあ、なんていうの、快特、特急、普通、急行、4つの種別で、まあそうですね、行き先だけで、まあ6、7個、まあ切り付けできるなんて入れれば、そうですね、ステッカーの抱負としては、まあ、9大点を上げれるんですかね。ただ1万円ステッカーになると思うんですよね。もう俺、京急の1500円の時は分かんないですけど、確か1500円あれ分割なんですよね、方向まず。1500件みたいな分割方向膜だったらいいんですけど、そうですね、1000件みたいな、600件とか1000件みたいな、一緒くた方向膜だったらちょっと地獄コースなんですよね。そうですね、下手にでも LED じゃねえかいいんですよね、マック式だと。1500件って俺あんまり側面取らねえんだよな、ちょっと待ちくださいね。一応ね、わかりやすく出すとあんまりねえんだよな。あんまり600系の台線もないので、分かりやすいの出すと、分かりやすい数がそもそもねえんだよ。じゃあ、あんまり、なんか方向膜とか重点的に取らないからさ、申し訳ないんだけど。そうっすね。
唯一1500系の方向が1個あったのが、一応普通は普通幕で、行き先は行き先幕。これもあるんですけど、ただ600系に関しては、運よくね、600系を随分前に取ったのがあったんですけど、これね、八丁の間で市場の間の雰囲気取ったやつなんですけど、一応ね、こういう感じ。まあ、方向幕を解説するとこういう感じ。一体式で、まあ、ただ種別と行き先の間にまあ枠があるから、ただその枠をステッカーで再現するか、急行は急行幕、ステッカーステッカー幕で行き先行き先とか。ただね、一応実写の研究は確かね、種別行き先別々なんですよ、ぐるぐる回るのは。だからその点がどうなるか。昔買ったね、京急のアルミ車は、一線系のアルミ車の4桁時代は、ステッカーがね、これ1枚なんですよ。で、なんとか切り継げるってやったら、確かどっかにあるはずなんだけど、どっかに行っちゃってね。あれステンレス入れたもん。ステンレス確かステッカーこれ貼ってないやつだから。そうですね、まあどうなるか。まあ3つかなと思いますけどね。まあ頭使うメーカーか頭使わないメーカーかがこれでまあ判別するかなって感じですかね。一応まあそうですね、あとはマイクレースが、いつホームページが出るか。そうですね、あとは、まあトミクス次第か。一応、ね、今現在加藤に関しては、まあどこまでの人が新幹線を買うか次第だし、まあ今回 GM は GM だし。そうですね、マイクレースはマイクレースで西武のラビューがどうなるかだし、まあトミックスがそうですね、まあ後出しとしては一番面白みかなと思いますね。一応あとは特段出荷情報の方もね、前回案内したあのキット関連しかまだ出荷情報出てないので、グリーンマックスは。一応そうですね、ここまでしかないんですよ。あ、ごめんなさい、出てたわ。あれ？あ、ごめんなさい、8月2日になったらもう一個出てたんだ、17日。17日っていつだ？来週の火曜日か。一応来週の火曜日しっかり出てましたね。ごめんなさい。こちらですね。名鉄のセットに、キット関連がブラーンとありますね。まあ、あとはまだ、京成だったりとか、西武だったり、まあ、あと、俺の時だったり、まあ、ブルーラインだったり、まだこの辺がね、ちょっと発売されたあれ、その名鉄の1万6000系で分かれたんですね、今回。あ、まだ1台だけか、これ。そうですね、まあ、ブルーライナー。どこまで売れるんですかね。俺、ブルーライナーのことはずっと水族館としか持ってなかったんですよね。これ多分前の動画でも、あの、製品紹介でも言ったけど。まあ、そうですね、正確には、あの、水族館ではないんですよね。どっかに書いてあるんだよ。水族館となんかのモチーフらしいんですよ。これはどこをどう見ても水族館。まあ、面白いっちゃ面白いですかね。まあ、そんなところでございます。一応、メディティに関しては、カプラを交換します。東急に関してはステッカーを貼ります。それぐらいですかね。そんなところでございます。一応、マイクレスのはね、メーカーの方から情報で次第、ご案内しますので、お待ちください。で、また次回のところで視聴ありがとうございました。